直樹林太郎直樹林太郎12月1日から1943年2月11日は日本の土木技術者都市計画家新聞に投稿して入選した俳句から遠洋と合した技術者の地位向上分野の先駆を成した日本工人クラブの活動でも活躍した技術官僚養父の直木正幸八百七十六年兵庫県で マジマ健造の長男として生まれ、17歳で、実業家、直木聖之助の養子となる。姫路中学校、第三高等学校、第二高等学校を経て、1899年7月、東京帝国大学工科大学土木、工学科卒業。同年、東京市に入り、東京校調査事務所公務課長などを務める。同年、時の市会議長補し、 トールの命により東京港計画調査のため、欧米に査殺。1903年帰国し、翌年7月、欧米諸港の調査結果をもとに、東京蓄港に関する意見書を、小崎幸吉三次会市長へ提出する。1905年、土木課長。1906年、東京市から大倉省臨時建築部議士に転じ、横浜税関新設備工事に従事。 工事完成とともに、1911年、再び、東京市に復帰。加工課長兼下水改良事務所公務課長、土木課長として、公安、都市計画、河川改修、下水改良事業に尽力。1914年から1917年まで、東京帝国大学工科大学講師として、上下水道学の講義も担当した。1916年、 東京市を実施、内務省に移り内務議士となる。同年、大阪市から創生されて港湾部長に就任、また、市区改正を担当し都市計画部長をも兼任し、大阪の港湾都市計画など、大阪市発展の基礎を築いた。1923年に、関東大地震が起こり、その復旧のためごとを新兵復興委員総裁に招かれて、同年に、 帝都復興委員議官に就任。1924年の完成改正により、内務省の外局である復興局長官、議官兼任となり、震災復興事業に尽力した。1926年、先輩の岡種信の混成で大林組に入社し、取締役県議事長として社業に当たった。1933年、満州国建国に際して、 国務院国道局長就任を受諾し、戸満した。官暦を前に、区のールこの国人となり、終わりへ無の決意の句を読む。満州国では、水力電気建設局長、交通部議官、大陸科学委員長の初代と三代目に就任した。満州全土を倒査し、治水、道路の政策立案をし、また、満州土木研究会会長を務め、 満州土木学会名誉会員となるなど、満州国の科学、土木会の第一人者として活動したが、修正の大事業であった、大東港建設工事視察中に病を得て、安藤満鉄病院で死去した。日本工人クラブに関わった直樹はその主義主張を、社会に向かって語り始めたのは、40歳児の1914年からと、される。著書、技術生活より、 は、1914年創刊の雑誌に連載してきた技術論と技術家論に加筆したもので、人あっての技術、人格あっての事業であり、その人格の向上を図らないで、一人技術の力のみを発するのは困難である、との技術哲学を随筆風に述べたもので、当時、技術者、特に官庁技術者に技術者のありさまを問う書として、 大きな影響を与えた。廃人としては、正岡式夏目漱石、高浜巨史などとも交流して、廃人として、春を残し、約三千春を再録した、絵に用意講が遺族によって、編集、発行されている。ありがとうございます。